新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。いや、ということで、新年一発目の動画ということで、マルコメくんと一緒にね、撮っていきたいんですけれども、まあ、去年はですね、マルコメくんが、9月かなぐらいからスケボーを始めて、まあ、3ヶ月、4ヶ月ぐらい経ってて、まあ、結構ね、マルコメくんも上達をしてきだして、まあ、そんなね、やっぱりこう、スポーツをしてると疲労が溜まってくるわけですよね。まあ、疲労をするとやっぱ回復をしないといけない。回復をするっていうことは、すごくいい睡眠っていうのが必要になってくるわけですよ。寝ることね。だから寝る質を高めたいということで導入した商品をご紹介したいと思います。はい、ではマルコメくん一緒に行きましょう。はい、はい、よし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 。はい、ということで今日紹介する商品はこちらです。マットレスでございます。エマスリープというですね、メーカーさんからご厚意でご提供いただきまして、これを使っていい睡眠をとってやろうじゃないかということでございますよ。ちなみにですね、後から実験もするんですけど、ワイングラスとか置いて横にゴローンってやってもそのワイングラスが倒れないっていうね、機能面でもかなり優れている商品になりますので、気になる方はですね、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。ということで開封していきましょう。はい、行くわよ。ちなみにこのサイズなんですけど、うち家族が3人、マルコメくんと母さんと僕ですね、の3人が寝れるサイズ。あとワカメ、あ、そうそうそう、ワンちゃんね、ワンちゃんも一緒に寝れるようにということで、まあ、キングサイズを送っていただきました。現在使っていたのはですね、セミダブルを2個にしてるんですよ。なんですけど、まあ、結局セミダブルとセミダブルだったらこう真ん中にこう亀裂があるわけじゃないですか。だから結局マルコメくんがどっちに寝るか、ワカメちゃんがどっちに寝るかで結局2-2に分かれたりとか3-1になったりとかするんですよ。なんで結局セミダブルで2人と1匹で寝るか、2人で寝るか、1人で寝るかみたいな選択肢になってくるので、それだったらもうキングサイズ1個ドーンってでかいの買ってみんなで寝れるよっていう方が絶対いいかなと思ったので、今回ちょっとキングサイズというやっていこうと思います。布団カッターみたいな、布団の革カッターみたいなやつがあるのでそれを使います。いやーっと切っていきます。よし、切れたら空気が入っていって圧縮が解放されていきます。早いよ。まずですね、ちょっとスペックの方を言っとくんですけれども、3構造になってるみたいで、一番上のところが柔らかいで、中層硬めで、3層のところも硬めっていう風になってるみたいで、寸法としてはうちに送ってきてもらってるのは 180×195× 厚みが25っていう感じのキングサイズになっております。なんで一番上だね、ここは柔らかい感じ。確かに柔らかい。で、皆さん配達されたらですね、だいたい1週間ぐらいで開封してあげる方がいいみたいですね。いや、確かにめちゃくちゃ柔らかいんですよ。めっちゃ柔らかくてふっかふかしてる。僕個人的にはだいぶ固めが好きなんで、もしかしたら苦手な可能性があるよ。あ、そういうこと。なるほどね。今までの柔らかいマットレスとはちょっと違うな。これはちょっと、え？あ、いいかも。あ、ちょっと、いいかも。え？いいかも。で、ちょっとさ、これやってみよう。あれ、ごめんか。これ立たしとくから、ね。この辺で、ぴょんぴょん飛び跳ねてみて。これが倒れるか。お、全然振動きてないやん。お、すごい。全然、あの、ほら。全然びくともしないじゃん、これ。これでも実際さ、今回、ちょっと開封してみたんですけど、あとは、本当にちゃんと寝てみて、どうかってところをですね、検証したいと思うので、何日か後ですね、またちょっと動画を撮りたいと思います。はい、ということで、あれからですね、1週間くらい経ったんですけれども、結論から言うとですね、最高でした。本当に個人的な感想になるんですけれども、
僕個人としては結構硬めのマットレスが好きだったんですよ。まずこの理由として、柔らかいマットレスで腰をやっちゃったんですよ。なのでそこからまあ結構硬めのマットレスが好きで、どっちかというと高反発的な、ちょっと硬めでギシギシ言うんじゃないかみたいなぐらいの、そういうね、あのマットレスが好きだったんですよ。でそれをね使って寝てたんですけれども、今回このエマスリープという商品を使って感じたこと、柔らかいのもいいなって思いました。あのね、全然腰痛くならなくって、正直ですね、自分もあ、この柔らかいマットレスでもしっかり寝れるんだっていうことに気づきました。もちろんですね、このマットレスが多分いいんだろうな、多分いいんだと思う、相当で。今回ですね、キングサイズを送っていただいたんですけれども、3人余裕です。今までですね、家族3人でセミダブル2つで使っていたんですけれども、まあ、セミダブル2つだとどうしてもこう一々にこうお父さんお母さんで分かれるわけじゃないですか。僕と母さんで分かれて、その間にまあ丸米くん来るんだけど、セミダブル2つだとこの間に切れ目があるじゃん。だからその間におもちゃが落ちてたりとか、まあ、ゴミとかね、ホコリとかそういうのが詰まったりとかもするのもちょっと汚いし、丸米くんがなんせね、こう真ん中に行って間に挟まるみたいな、そんな感じなんですよ。なのでこれを一つにすることによって、丸米くんもねしっかり行ったり来たりできるっていうのと、掛け布団が現状2つある状態なんで、セミダブル用のなんで、こう重ねて重ねてみたいな感じだから、丸米くんがぬくぬくしとして寝れるという、そういう利点もあったなと思います。なんでサイズ的にはこの3人家族だったらキングサイズめちゃめちゃいいんじゃないのかなと思いました。もちろんですね、一人暮らしされてる方はシングルサイズとかセミダブルサイズ全然ありだと思うし、まあ、セミダブル2つをセットにするっていうのも全然ありだと思うんですけど、個人的には大きいサイズを1つドンと置く方がスペースも取りにくい。セミダブル2つだとどうしてもね、幅をめちゃめちゃ取っちゃうんですけど、キングサイズにすることによってキュッとできて、なおかつ個人のスペースっていうのはゆとりを持ったまんま使えるっていうのはめちゃめちゃありなのかなと思いました。で1週間ぐらい試して感じたことは、めちゃめちゃ最高なんだけど、1日目だけはちょっと寝づらいなと思った。これは何でかっていうと、柔らかいんですよ。柔らかくて、僕ね枕も結構高めがまあまあ好きなんですよね。なんで、まあ、枕も少し固めのやつを使ってて寝ようかなと思ったんだけど、なんか異様に高いなと、枕が異様に高く感じるなと思ったら、やっぱりそのしっかりこう沈んでくれるというか、体の形に合わせてフィットしてくれるから、枕の高さが必要なくなったっていうのが、まあ、正しい言い方なのかなと思いました。あの肩とかもやっぱ体重が乗っかるから軽く沈むんですよ。なので枕はそのまま置いてるから、枕自体は沈まないからね。だから肩が沈んだから、こう首がギュッと持ち上がってきたみたいな感じ。今までの枕っていうのはもうやめてます、今で。何にしてるかっていうと、バスタオルを畳んで枕代わりにしてます。これで十分だなと感じました。一番楽になったなと思うのは腰、うん、あの腰はね、すっごい、本当なんていうのかね、本当に安いねマットレスとかで柔らかいやつだと単純に沈むだけみたいな感じ、そうなっちゃうんだけど、これはなんか体の形にフィットしてるのか、どっちかというと僕プリケツなんですけど、そのお尻をもプリっていう感じでこう沈んでくれる、本当に沿って沈んでくれるっていうところが、なんか体に合わせてくれたみたいな、マットレス自身がこう僕の体に合わせてきてくれたみたいな感じで、なんかすごく心地よく2日目からは寝れたかなと。1日目はどうしても枕がこう調子悪いなみたいな感じで、なかなか寝づらかったっていうのは正直なところなんですけど、2日目からはバスタオルを畳んで枕代わりにするってことを覚えてからはむちゃくちゃ最高です。で丸米くんはですね、快眠をしすぎてあまりですね、お漏らしをしましてですねいや本当に12時間ぐらい寝てたんですよ。1日目からもう超爆睡、12時間ぐらい寝て、で起きてきて一言目、うわマットレスが最高すぎて爆睡しすぎたよみたいなこと言ってて、いやマジかよと思って、わかるんだ丸米くんと思って、まあ一緒にね動画撮ってたっていうのもあったのかもしれないけど、結構寝るなと思ってちょっとびっくりしましたね。でちなみにね、嫁の方にも聞いたんですけれども、嫁は正直いつも爆睡だからなんかよくわかんないかもしれないんだけど、まあぐっすりは寝れたと。で寝起きも結構スムーズに起きれるようになってきたかなみたいな、その雰囲気な感じで言ってました。で1週間ぐらいだからまだその効果っていうのが抜群にこうっていうのは出てないかもしれないんだけど、まあ、長期的に見るとそういうのが見えてくるのかなと思います。まあ、1週間でも僕がそういうのを体験して、あこれすごくいいなと思って、正直そのメーカーさんの方には多分もしかしたらそのマットレスのことだし寝てみないとわからないこともあるから
1週間2週間じゃ話にならないかもしれないと、1ヶ月2ヶ月ぐらい動画をアップする期間が伸びるかもしれないけどいいですかっていう話だったんですよ。でもちろんメーカーさんの方もやっぱそれはもちろんそうですよねっていう話でご了承いただいたんですけれども、こうやって1週間ぐらいで動画を出せるっていうことはもう僕の中で答えが決まったってことなんですよね。なのでグッドです。はいもうめちゃめちゃ簡単にまとめちゃったんですけど、まあ、このマットレスがどういう風にいいのかっていうのは、まあ、今言葉で言った通りなんですけれども、ぜひですねホームページを一緒に見ていただきたいと思います。こちらです。300万人が快眠を体験、この寝心地を試してみませんかということですよ。でこちらですね2021年のグッドデザイン賞ですね、これを受賞しております。素晴らしいでございますね。でこれねマットレスなんですけど、外して洗える標準カバー、これ分かります？マットレスってだいたいこうカバー覆われてるだけで取って洗ったりとかできないじゃないですか。でもこれねしっかり取って洗えるので衛生的なんですよね。これすごくいいなって思います。うちはね丸米くんもいるし、わかめちゃんっていうねワンちゃんもいるので、まあ、いつおもらしになるかわからないこの状況、その中でカバーが外して洗えるっていうのはすごくありがたいなと思いました。でこれねすごくいいのが、自信があるから全額返金保証っていうところです。でもし体に合わなくても返送料もなしで返金いたしますということなんですよ。品質保証がまず10年あるっていうのと、100日間試して体に合わなかったらもう全額保証しますよっていうことなんですよ。しかも送料なしで。でこのホームページですね、あの動画あるんですよ。これねぜひ見ていただきたいなと。もう良さがねこの動画にもう詰め込まれてるので、ぜひ概要欄見てみてください。 URL 貼っときます。隠れた費用は一切ないと、まあ、送料も返品も無料ですよと。100日間お試し、そして長期の保証、もう快適な睡眠はシンプルということです。もうこれだけだから、マットレスを買うだけ、もうそれだけのお金でいいよと。他には何もいらない、まあ、もちろんですね別個で、まあ、枕だったりとか、もうマットレスのカバーとかですね別売りで売ってたりはするんですけど、もうマットレスだけで十分です。あの正直枕はですねバスタオルを重ねて枕にしてください。ぜひちょっと試してみてほしい。で実際ねこれ購入なんですけど、これ購入ポチッと押すじゃないですか。そしたらエママットレスっていうところね、あの商品のページ届くんですけど、こちらシングルとかセミダブルとかダブル、クイーン、キングっていうねこの5種類のサイズ感がございます。ご自身のライフスタイルに合わせて注文していただければなと思います。見てください、これシングルで6万7000円、まあまあいい金額すると思うんですよ。まあ僕の感覚がどうなのか分かんないんですけど、マットレスはなんかニトリで 2,3 万っていうこうイメージがあるんですよね。セミダブルでしかも、けど、まあ、セミダブルだと7万7000円、ダブルだと8万7000円、クイーンだと9万7000円、キングだと10万7000円っていう、まあ価格はですね正直いい値段するかなと思います。ただよ、ただやっぱ睡眠ってむちゃくちゃ大事だと思うので、ここにお金かける人っていうのはやっぱり仕事のパフォーマンスだったりとかっていうのもアップしてくると思うんで、仕事のパフォーマンスがアップすることによって何になるかっていうと年収のアップになるんですよね。年収のアップになったらどうなるかっていうと、もうマットレス買ってよかったよねと、結果的にマットレス高いお金で出してよかったじゃんということになりそうだなと、最終的に僕はそこの答えに行き着きました。高いマットレス買ったお金なんて元取っちゃうし、プラスアルファどんどん来ますよ。もう完全にね答えはもうここに行き着いちゃったわけですよね。なんで、まあ、購入する際はここにカートポチッと入れました。はい、カート見るしました。会員登録はいらないです。そのまま購入の手続きポチッと進めてあげてください。これでいけますから、ポチッと。以上です。はい、ということで皆さん、テレフォンショッピングみたいになってますけれども、ガチで睡眠ってすっげえ大事だなってつくづく思いましたよ。実際ね、あの柔らかいマットレスで寝ると、ま、腰を結構痛めてた人間が柔らかいマットレスでも腰を痛めなくなった、そして今まで使ってた硬いマットレスで寝ているよりもぐっすり寝れるようになった、それによって朝は快適だから仕事頑張ろうって気持ちにすごくなれやすいっていうかね、まあ、そういう気持ちにさせてくれるなと思いましたね。なので今回ご提供だからどうっていう話ではなくて、単純に僕が普通に購入をしていたとしてもすごくこの評価は変わらずにいたのかなっていうふうに感じます。まあ、実際ダメだったらダメって言いますよとも言ってたし、動画にもできない感じだったら、なんなら動画も作らないかもしれないけど大丈夫ですかみたいな感じのテンションだったんですけど、まあ、今回ね、すごくもう
おお、こんなに違うかと思ったから、まあ、動画にしたっていう感じで思っていただければなと思います。まあ本当に騙されたと思って一回ね使ってみてほしいなと思うんだけど、まあ本当に騙されるわけではなく100日返品可能だから、一回払ったとしても全額返ってくるから試してみてもいいんじゃないかなと個人的には思います。まあ、今回ご紹介させていただいたあのエマスリープさんの商品の URL というかホームページですね、そのホームページの URL とエマスリープさんの動画の URL、これを下の説明文に貼っとくんで、ぜひぜひ見てみてください。めちゃくちゃいいです。それではさよなら、バイバイ。